ダチン回廊封鎖105日目、ロシア軍が停戦違反のアゼルバイジャン軍に下がれと要求。アゼルバイジャン軍とアルメニア軍のトラブル、まだ終わってなかったの。というか、なんなら状況はどんどん悪い方向に進んでいる感じですね。そうだな、本件についてはこのチャンネルでも何度か取り扱ったが、かつてロシアと友好国であったアルメニアに駐屯するロシア軍から、ロシアとウクライナ戦争のために、一部の人員を割かれてアルメニア駐屯軍の数が少なくなったところを、アゼルバイジャン軍は2022年に入って、さらなる強硬手段に取ってきたという流れだったが、その流れは一向に解決を見せることはない。4月2日には、アゼルバイジャン軍が大規模軍事訓練を国境沿いで開始するとか、停戦ラインと越えてアゼルバイジャン軍が国旗を立てたりするとか、かなりきな臭い。まあ、大規模な軍事衝突に至る可能性はおそらくはまだなさそうという感じではあるが、この問題に関してはイランやトルコも介入を見せているし、状況は複雑だ。そういえばイランは、ロシアにドローンを送り込みまくってたりしましたね。今回のウクライナとロシアの戦争にも、がっつり噛んでいるというか、で、しかもそのイランにまた軍事衝突をイスラエルが吹っかけたなんて話があったわね。ああ、イスラエル VS イランの動画だな。だが、その後今度はイスラエル国内でまた大規模なトラブルが起こり、イランと衝突している暇がなくなっている印象を受ける。少し前には、イスラエル国内で60万人規模の大規模デモが発生しており、国内情勢は予断を許さない。そんな中でもどうやらシリアへの攻撃を開始と、変な問題に発展しそうな印象を受けるところではあるな。すでに情報量が多くて頭がパンクしそうだわ。とにかく中東も激しい争いが勃発しているということね。ということで今回は、第二次世界大戦が加速、台湾有事より危険な中東問題と題し、3月末までに発生しているロシア・ウクライナ以外の軍事的な危険性や衝突について解説していこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。アゼルバイジャンとアルメニアの衝突についてはこれまでもこのチャンネルで触れてきた通り、2020年のナゴルノカラバフ戦争から続く、アゼルバイジャン領内に存在するアルメニア8域、通称、アルツァク共和国の領有権をめぐって行われている軍事衝突だ。これまでは両国とも旧ソ連の影響を色濃く受けた国だったこともあり、アルメニアにはロシア軍が駐留し、両者の仲裁を図っていた。だが、ロシアがウクライナとの戦争を始めたことでロシアがアルメニアに関与できなくなり、アゼルバイジャンが強硬手段に出ているという感じだ。ロシア軍がウクライナ侵攻に専念するために、犠牲にしたこの地域で今回の問題が悪化してしまったと。当時アゼルバイジャンは、アルツァク共和国で違法な鉱物採掘が行われているという言いがかりをつけて、ラチン回廊でデモを始めて、そのまま封鎖してしまったんだっけ？うむ。きっかけはともかく、今回の問題はもともとアルメニアとアルツァク共和国をつないでいたラチン回廊が、アゼルバイジャン側に引き渡され、新たな交通ルートが建設されていたのだが、これがなかなか移譲されないことで、この新回廊もアゼルバイジャン側の団体が封鎖。アゼルバイジャンがかなり強硬な手段に出ている様子だ。すでに封鎖は100日を超えているのだが、アゼルバイジャンはさらに迂回ルートを封鎖。どんどん悪化するアゼルバイジャンの行動に対して現地のロシア部隊がアゼルバイジャンに、もともと停戦協定で決められた位置まで下がれと要求している、衝突が発生しているような状況である。2022年に発生した死傷者が出るような衝突は、今のところ確認されていないが、まだこの問題が解決する方向は全く見えてこない。この問題が長引くのは、やっぱりアゼルバイジャン側の、アルツァク共和国はアゼルバイジャン領だという主張を認めさせるためだと思うけど、それに対して下がれと主張するのは、ウクライナに攻め入るロシア軍というのは何とも言い難いわね。そのロシア軍にも仲介の役割があるしな。で、この問題が複雑化しているのはここからだ。両国の問題はあくまでロシアを仲介として両国間の地域の領有権の争いだったが、この問題に新たにイランが介入している。イラン？両国に隣接しているけど、ラチン回廊に何か関係あるの？今回の問題は、アゼルバイジャン領上にあるラチン回廊というアルメニア領をつなぐ回廊で発生している問題だが、実はアゼルバイジャンもアゼルバイジャンで、
アルメニアによってその領地を分断される形に現状なっている。停戦協定の中で、アルメニアがアルツァク共和国と自由に行き来できる代わりに、分断されたアゼルバイジャンの領地をつなぐザンゲズール回廊の建設が予定されている。イランはこのザンゲズール回廊の設置によるアルメニアの分断を危惧しており、アゼルバイジャンに対し、軍事的な圧力を高めているという状態にある。位置関係を見るとこの三国の国境付近にザンゲズール回廊ができるのね。友好国アルメニアとイランを断つ形でできる回廊に、イランは難色を示しているという感じですね。うむ。イラン国内からはこの国境沿いに向けて、多くの軍隊が送られているような状態だ。イランはこの回廊において、アゼルバイジャンによるアルメニアへの攻撃が行われた場合、アゼルバイジャンに対して武力衝突を行うだろうと声明を出している。ここに来てアゼルバイジャンとアルメニアだけでなく、イランも介入して正式な声明を発表し、三国すべてがこのザンゲズール回廊に軍隊を集めており、まさに一触即発状態だ。国境沿いの衝突という点では、世界的にも最も危険な地域になっていると言えるだろう。ロシア・ウクライナ戦争によるほころびが、思わぬところまで発展していますね。アゼルバイジャン対二国という構図で、仕掛けたのはいいものの結構追い詰められてしまうんじゃないかこれ？ただしイラン国内にはアゼルバイジャン人、アゼルバイジャン派の人々も多く、彼らはアルメニア寄りの現政権に対しては批判、デモを行っており、国内の分裂も予測される。またイランは2022年以降、女性の人権問題に端を発する大きな批判を抱えているので、他国との衝突だけではなく、国内での問題もさらに紛糾する可能性がある。自国内の問題も吹き出していると、イランはイランでカオスな状況に陥ってますね。さらにイランの問題は続く。イランが敵対する国として軍事的な衝突が深まっているのがイスラエルだ。イスラエルは2023年に入って、シリアの首都ダマスカスへの空爆、イラン中部の都市イスファハーンに対しても、ドローン攻撃を行っていることが判明している。シリアにはイランの駐留軍もいるし、多大な援助が行われていることも判明している。イスラエルはこれまでもイランがシリアに軍事拠点を作ることを防ごうと続けており、これが国際情勢の悪化に伴って、さらに頻繁に衝突が発生しているという状態なのだ。イランをシリアも援助し、イスラエルはシリア及びイランを攻撃しているという形である。イランとイスラエルも長きにわたり、対立状態にありますもんね。過去の動画でも、ロシアとの関係も含めて複雑な両国の状態を解説しましたよね。イスラエルがこのような強硬的な方針を取り始めるようになったのは、2022年12月に、イスラエルで極右政権が誕生したことも理由にあるのだが、実は今度はこの極右政権が誕生したことで、イスラエル国内に大きな問題が発生しているんだ。イスラエルもイスラエルで、国内問題を抱えているのね。中東地域の緊迫がひしひしと伝わってくるわ。一体イスラエルで何が起こってるのかしら。ことの発端は3月23日、イスラエルのネタニヤフ首相が司法制度改革に直接関わると表明した件である。この声明には国民の多くが反発し、結果として建国史上最大の60万人以上の大規模デモが発生するという、大トラブルが発生するに至った。60万人規模のデモ、国内で起こってる問題ってそこまで大きな問題だったの。これが何の話かというと、簡単に言うと最高裁の権利を制限する法案を作成するというものである。これは首相の権限を相対的に増やすものであり、民主主義の基本である三権分立を脅かす可能性があるということで、大きな批判を受けることになったわけだ。極右政権に権力が集中するという流れは、まあそれは不安な要素でしかないだろう。これは過去あった様々な独裁政権が目に浮かぶような、国民にとっては良くない司法改革ですよね。うむ。この動きには国内の様々な団体、労働組合や医師団体が反発、国内を二分する問題にまで発展している。さらに恐ろしいことに、今回の騒動でイスラエルのガラント国防相も政府の動きに反対を表明したのだが、首相はガラント国防相を更迭。結果、イスラエル国防軍の中からも反発して政府から離反する動きが加速し、従来のイスラエル国防軍の統率が効かなくなっている。イランとの対立が深まる中で、国防軍が機能しないというのはかなりまずい状況なんじゃない？これに対して政権は、極右派の国家安全保障省のもとに、新たな国家警備隊という、民兵を中心とした別の軍事組織の設立準備を始めているという流れだ。主義主張の異なる新たな軍事力の創設ということで、完全に国内を二分する動きである。ただこの計画はスムーズにいってないのか、4月3日に安全保障状況の悪化を理由に、政府はガラント国防省の罷免を先延ばしにしたとイスラエルのメディアは報じている。ガラント氏は更迭後も職務を続けており、今回の報道は事実上の罷免撤回とも取れる。それによりここまで悪化し
したイスラエルの情勢が好転するとも考えにくく、正直不安定すぎて、何がどう転ぶか予測しようもない危険な状態だ。混乱が拡大している様子に、困惑が隠せないですね。ガラント氏が復帰したとしても、新たな軍事力創設は継続していくだろうし、危険な状況からは脱せなさそう。国内問題も大きな問題へと発展しているが、ネタニヤフ首相の強硬路線によって、これまで同盟関係にあったアメリカとも、大きな亀裂が入ってしまう可能性もある。国際社会においてイスラエルの孤立化が進んでしまうかもしれない。最も情勢が危険な国ランキング上位に、イスラエルが一気に躍り出てしまった印象だ。多方面にこれだけ喧嘩売りまくっていたら、孤立化は避けられませんね。今後、孤立化による独裁化やイスラエルの市民へのしわ寄せが心配ですね。イスラエルを孤立化させる要因としてもう一つ、イランとサウジアラビアの国交正常化が行われたことも大きい。両国はこれまで歴史的に対立を続けてきた国家だったが、ここに来て中国が両国の仲介を成し遂げた。イスラエルはイランと敵対する中で他の中東諸国との関係改善を推し進めていたのだが、ここに来てサウジアラビアはイランと手を握ってしまったという形になる。イスラエルにとっては大きな痛手だし、イスラエルとサウジアラビアの関係改善を後押ししていたアメリカも複雑な立ち位置だ。イランとサウジアラビアも長い間対立していたことで有名だけど、まさか国交が正常化するとは、世界的にも影響力のある中国が仲介することで、イスラエルが合意について心よく思わなくても反発しづらい状況に置かれてしまいますね。さらにはサウジアラビアは2011年の内戦以降、関係が冷え込みまくっていたシリアとも、領事館サービスの再開に向けて協議を行っていると発表。シリアとサウジアラビアの国交関係が回復しつつあることが報告されている。この動きもシリアに対する強硬路線を続ける、イスラエルにとっては非常事態だ。イスラエルによる対イラン包囲網政策は崩壊し、逆に反イスラエル包囲網が進んでいる状態になりつつある。イスラエルの孤立化がより進んでしまいそうですね。そしてこの短期間で大きくあり方が変わった中東各国のそれぞれの些細な動きが、大きな問題へと発展してしまいそうだわ。すぐに戦争につながる可能性は全く予測できないが、このようにイスラエルのネタニヤフ首相を中心に、中東地域でも国際情勢はかなり変化し、この1年で友好関係が大幅に変化した。モルドバも台湾も依然として危険性が高いが、先に何か大事が起きるとしたらイスラエルをはじめ、アゼルバイジャンやアルメニアなどコーカサス地方、イラン、シリアといった中東も問題が多い。このあたりの問題についても、このチャンネルでは注視していこうと思う。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。